最初はグー、じゃんけんほい、あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんほい、あっち向いてほい。始まるよーす。バシッとね、しかも今日もまたまた休みの日でございます。休みの日でございますね。お休みです。はい、それでもこうやってしっかり僕はね、あのシルバーをつけてきました俺何もつけてないですよ。俺スーツですしっかりしてきたね。はい、ということで始まりました。はい、はい、はい、今日も休みなの。そうなんですよね。休み、休みの日大変だな。いや、全然苦じゃないっすよね。苦じゃないっすよ。なんでかって、皆さんがいるからです。イエーイ。はいはい、待っててくれた人ありがとう。ねえ、なんで月曜日にしたの。ああ、ねえ、月曜日が好きなんですよね。なんでやろうね。いや、コナンとかあるやん。はいはいはい、ね、関係ない、関係ないか、関係ないか。それじゃあね、これ本日初お酒なんですけどね。はい、行きますか。はい、行きますか。乾杯か。フライングしちゃったけどね。はい、乾杯。はい、乾杯。あ、休みの酒うめえ。うまいっすね。うまいっす。休みは飲まないの。いや、そんなこともないですけど、ね、飲むとき飲みますよね。飲みますね、はい、全然全然。あの、お酒自体はね、はい、別に僕ら好きですよね。あの、もうずっと喉渇いてましたね、正直。いや、休みの日でも飲むってきてるけど、飲む？飲みますね、自分はめちゃくちゃ飲みますもんね。飲む？やっぱこの体型ですからね。あ、そうやね。関係ないか、それは。酒好きで、はい、好きすぎでしょ。高台飲みそう。うん、飲むよ。てか逆に飲まない日聞きたいぐらいですよ、高台。休肝日あんまないっすもんね、逆にね。てか、いらないでしょ、逆に、ね、結構ね、強いメンバーですよね、今日。そうですね。そう、今日はね、いつものアイドルつばっちがいないんですけどね。はい、もうお休みなんで。ね、ついに翼が生えて飛んでったんですかね。多分あのレッドブルー飲みすぎて。ねえ、ほら、つばっち来てるわ。もうね。初回いくら、これはですね、はい、2時間3000円ですね。はい。2時間3000円でやらせてもらってるんで、はい。いつでもお待ちしております。はい。明日待ってるよ。ねえ、レッドブルーフライウェイした。バレてるよ、つばっち。それはないないない。バレてるよ。バースデーお疲れって来て、ね、あ、そう、バースデーお疲れ。ありがとう、ね、嬉しいお言葉を。お疲れ様です、はい、本当に。めっちゃ酔ったよ、うん、でも今ならなんありがとうね、来てくれた人。やばいな、うん、今ならなんと来てるよ。なんと、ね、ジャパネットか、こっちは。今ならなんと、うん、今なら3000円が、うん、俺らで言われ権力に揉み消される。怒られてまう、ね、3円安いな。8時までに来たら、そう、うん、2000円に。自腹やね。自腹で払いますよ、ね、あの、ちなみにホストオスに書かれてます。あ、8時までに。ホストオスに立ってちゃんと言ってね。ちゃんとホストオスに立って。ちゃんと、あの、言わないと。そう、言わないとあかんの。言わないとコーナーがね、自腹になるんで。そうそう、はい。はい、それではね、はい、今回ね、ほら、ちょっと後ろなんか怖いでしょ。今回のコーナー、こちら用意しました。どうぞ。よいしょ。はい。ゾッとする話。イエーイ。やってきました。やってきました。クラブリオ。くらゾッとする話。はいはい、それではまずは最初の語り部の方から。はい、じゃあまずは高大くんから。まずは一番と行かせてもらっていいですか。行きましょう、はい、でも声は張ってね、聞こえない。声はね、うん、はい、張らせていただきます。そう、雰囲気はこんな感じでええから。はい、もうね、僕が体験した話を、本当にあった話なんですけど、はいはいはい、僕が中学の時、まあね、着信ありとかね、まあリングだったりとか、いろいろ怖い映画が、はいはいはい、ホラー映画が流行った頃なんですけど、うんうんうん、まあその時はちょうどね、中学の何年生かな、覚えてないんですけど、まあ友達の家で男をね、5人で集まって、うんうんうん、着信ありを見よったんすよね、うんうんうん、その時に待って、まあ、うん、まあね、その時、まあ自分田舎の方なんですけど、うんうん、田舎の方って結構ね、山の中に和式
和式っていうんかな、まあ、和風のね和風の家とか多いんですけど、はいはいはい、まあ、その家で、まあ、結構おんぼろ、まあ、言っちゃ悪いんですけどおんぼろ、ああ古い家、はいはい、古い家なんですけど、まあ、そこで見てて、はいはい、まあ正直怖い話、怖い映画を見終わった後って、うん、電気つけてよおい電気つけろ、ね、とか言っても真っ暗で見とったよね、真っ暗の中で見とってやっぱ電気つけろとか言っても、はいはい、誰もつけたがらない、はいはい、もう動きたくもないっていうような人たちね、はい、多いんですけど、実際まあみんなつけない、うん、その中でまあやっぱ想像してほしいのがその古い家、うん、もうねあのドアとかも開けるとギギギギギ、はい、窓もギギギギ、はいはいはい、古い家のあのオンボロですよ、はいはいはい、そのね窓がもう映画終わって少しそのシーンとした感じでいきなりスパン開いたんですよ窓が窓が、はいはい、でも実際窓なんかそんなスパンって開くようなものじゃないんですよ、はいはい、古いからねギー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 って言いながら開くドアが窓がスパン、え何何みたいな、はいはい、みんなびっくりしながらまあその窓の方行きました、はい、でも蜘蛛の巣が張り巡らされて、はいはい、全然いたずらしたとかじゃない、はいはいはい、でやっぱりそこを閉めよう、もうとりあえず閉めよう、閉めようと、はい、ね、閉めようということで閉めるというのを、はい、ギー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 って言いながら閉めた、はいはい、そんなことがあるというような、もう怖かった、もう実体験のね、はいはい、話です僕の。おー、いや怖いですね、怖いっすね、めちゃくちゃ怖い、ドゥードゥーンって欲しいですね、もうドゥードゥーンってね、欲しいですね、いやでもなんかそう体重増えた話とかめちゃめちゃ怖い話っすねそっちの方が怖いっすね、確かにいろいろとね、うん、なんか通ったとか、いや通ってましたね今、いやなんか俺こうだ、ね、怖っ、怖いほら声も聞こえる、怖いわ、体重増えた話確かに怖い、体重増えた話ほど怖い話ないっすね、なんかあのさっき、はい、まあ、僕だけか分かんないですけど、一、はい、人なんか白い格好したえなんかとしおくんみたいな、としおくん知ってます、としおくん、ジオン、ジオンのえ、あのとしおくんみたいな人がさっき言ったんですよ、現れた、ギャーギャー、もうムンクの叫びになっちゃいますよ、うん、そりゃとしおくん、ジオンの、あれは怖いね、真っ白のね、怖いっす、うん、ね、見ちゃいました、じゃあ続けていきましょうか、行きます、続きまして、ね、じゃあゆうと怖い話、いはい、これ皆さん使っていいですからね、使えるネタは、はい、で、はい、これあのまあ僕地元沖縄でまあリアルにあった話をします、はいはい、で、あのまあ沖縄の恩納村っていうところにある、はい、あのまあユタの修行場の、まあユタって分かんない子もいると思うんですけど、うんうん、ちょっと説明します、はいはい、あのまあ神様とか先祖と会話できる、はいはい、そういうところの修行場が、はいはい、まあ、修行場、はいはいはい、がありまして、はいはい、まあ、そこまあ沖縄でも、まあ、第三と呼ばれる、はいはい、まあ、ユタの修行が一番怖いとこに、まあ、僕中学校卒業したぐらい、うんうん、まあ、あの4人ぐらいで遊びに行ったんです、はいはいはい、で、あのまあなんていうんですかね、あのやっぱ最初は、まあ、悪ふざけでみんなで行こうって、まあ、軽乗りで行って、まあそのまあ、歩いて向かってる途中に、うん、まあ一人がいやもうやめようよ、怖いよ、うん、怖い、もう本当に無理みたいな感じで、うん、わこいつビビってる、あははって俺ら笑ってたんですよ、うん、でそしたら、まあ、あのいやマジ無理みたいな、冷や汗かいた、俺帰るわみたいな感じ言ってたんですけど、うん、いやせっかく4人で来たから、うん、もういや行こうよみたいな感じで無理やり連れて行ったんですよ、はいはいはい、で、あのまあ普通にまあちょっとあの画像お願いします、でここなんですけど、まああの祠あるんですけど、はい、まあ僕たちがまあ女村その心霊スポットに行った時は、はいはい、もう全然あのまあ動画とか撮影したんですけど、はいはい、まあそれもまあ何もなくその日は普通に終わったんですけど、はいはい、まあ次の日4人で集まった時に、うんうん、あのまあ昨日まあ、3S ってとこなんですけど、うん、3S 行ったねっていう話をしたら、その一人ビビってた人が、え俺昨日途中で帰ったじゃん、う
いやいや4人で行ったじゃんみたいな、はい、お前冷や汗かいてて、うん、泣きそうになってたじゃんみたいな、はいはいはい、言ったんですけど、その1人だけなんか、え、俺あの後 U ターンして1人で帰って、はい、4人で行ったのに、うん、お前ら3人で行ったじゃん、はいはい、俺行ってないよで、これがリアル話、やばくないですか、怖い、これは本当にガチですね、怖いっすね、怖い、怖いよ、なんか俺よ、見える、みんな、え、だって、いや、見えないです、見えへん、誰や、あいつは、何がですか、見えへん、何を言ってるんですか、え、嘘やん、俺は敏夫くん、敏夫くんですか、俺は見えへん、みんな見えへんもん、いや、見えない、私に俺、見えへん、こうだよ、お前真横におんで、またまた、そんな、うん、こんな怖い話してる時にビビらせようとしたって、はいはいはい、うん、ビビらんから、そんな、ほんまにしょうもない、いや、え、俺だけこれ見えるの、だって誰もいないじゃないですか、だって今日3人っすよ、何を言ってるの、撮影、あれあれ、いや、おるがなおるがな、一人、何がおんの、いや、知らんよな、クソガキがおるやん、一人、おる、誰あれ、うん、母さん、ちょっとあれじゃないじゃないですか、もしかしてビビってます、いや、だいぶビビってる、え、見えへんの、みんな、見えないです、やばいで、え、うん、霊感ある人って書かれたの、俺、霊感ね、めちゃめちゃあるんすよね、こう見えてあるんすよ、それ、そう、引き寄せたね、いやー、何もつ、え、見えへんの、彼が、これ、今見始めた人は絶対わかんないですよね、うん、普通に、あ、ツバッチがいるってなるんだろうバグねグイ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 よしこいグイ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 よしこいグイ、いや、まぁ、あ、あの答え言ってるじゃん、あのね、笑ってしもうと言っちゃった、言っちゃった、来たね、言っちゃった、スルーしようとしたのにね、ね、本当は何君誰や、敏夫君、敏夫君、そこは設定通してそうね、うん、喋っちゃった、敏夫くん、いや、けど怖かったっすね、怖かったっすね、いや、これ本当ガチな話っす、いや、今日怖いっすわ、普通に怖い、ね、普通にね、多分、あ、僕の話っす、数の話は待って、いや、俺の話をしたらね、多分夜が明けちゃうんですよ、で、はいはい、終わった頃にはなんかもう、あ、怖かったのかなってなってまうんで、そっち、もう日昇ってもまうからね、うん、そっち、眠れないじゃん、聞きたいなって来てるけどね、行っちゃいましょう、いや、これね、割れた、うわうわ、幽霊がおる、また心霊現象、短めで、はい、巻きでお願いしますマジで俺これちょっと大事に、大事に言いたいのにな、うん、じゃあ、そんな数の話まで行こう、でもね、多分ね、そろそろ CM 行ってくださいって言われそうだねっていうか、それを待ってんねんけどね、俺逆にね、じゃあ、ほんまに、あー、来ましたね、あー、はい、じゃあ僕の怖い話は CM 明けで、いや、夏やね、夏、夏までこういや、みんな期待しましたよ、あ、ますか、はい、やっぱこう、待たせる男、はい、じゃあ、いい男はね、やっぱ CM お願いします、よいしょ、サンデー A 組シャンパン A 組、シャンパン入れたことあるやつないです、帰れコツが浮かぶやつ潰して下ろします、バカ野郎、アクターレッツ約束をするんじゃ、やっぱり AJ すごいね、自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ、運命の人と出会うならイオンインク、やっぱやべえな、イオンインク、イオンインク、戻りましたね、戻りましたね、はい、やっぱりあの空気ってもう怖いですね、怖い、いろいろと変わりますもん ね、次回ろうそくとか用意しますね、ちゃんと、はい、ね、もう本格的にやりましょうか、まあ、今度は夏っすかね、夏っすね、まあ今の話はジャブみたいな感じで、ね、まあ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 、
遊び感覚でね、はいはいはい、めっちゃ用意する着てます、はいはい、だからろうそくってこういう字覚やねん結構難しい感じですよね。だから今皆さんろうそくって書いてって言われたら書けへんしょ。あのバラ書いてみたいな感じですよ。あ、そう、無理無理バラも無理やね。まあ俺がバラ書いてって言われたらもう鮮やかなバラの絵を書いてます。やかましい俺もろうそくそっち書くわ難しいからね。はい、ということでね、はい、はい、この時期っていうとなんかじゃあ例えば高校1年生、中学1年生とか上がった時って、はいはいはい、なんか大体こうクラスのみんなとまあ若干打ち解け出したぐらいの時期じゃないですか、ね、一番楽しい時期っすよ、ね、半月終わったぐらい、はいはいはい、そうで、なんすかねって中でも、なんか付き合ってる奴らもいるじゃないですか、すでにすでにこの17日ぐらいしか、18日か今日、うんうん、しか経ってへんのに、もう付き合ってるやつおるやん。いるね。いますね、なんか、はいはい。で、なんか中学校一緒やったんかなとか思ったら、はいはい、いや、全然違うし。全く別のね。ねえ、チャラすぎひんって今思うんやけど。でも意外と続いたりしてね。結婚したら、意外とね、そっから。すごいっすよね、結婚までみたいな。うん、あ、ごめんね、そう、後半怖い話じゃないからね。はいはい、違います、夏に、夏までね。はい。交互期待。そうそう。ね、そう。夏期待しといてください、カズさん。うん。あ、夏ね。で、フィーリング合えばいつでも OK。ほんまにえ、なんかそれすごくない？来てるのは友達でき始める時期だね。そう、はい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 、友達とかはわかんない。友達はわかるけど、恋人ってまた違うもんね。だろ？っていう感覚になる、俺は。そうそう。やけど、なんかもう付き合ってるやつとか。おるからさ、どんだけ猛アピールしとんねんと男、うん、早いよな、ね、だから高校の頃ね、女の子とか絶対構えるやん。いや、はいはいはい、私は絶対告白せえへんするのはやっぱり男の役目やろみたいな、はい、いるいるいるバッタやん、バッタやん、だいたいね。だから女の子って確信もういけるかなぐらいじゃないと絶対告白せえへんやん、うん、ね、ね、やけど、なんかこう、ね、男は言ったんでしょうね、そんな早い時期から、はいはいはい、あの、まあ、女の子のあるあるで、多分あの好きな、高校生ぐらいの時は、はいはいはい、女の子あの好きな人が通る時は前髪じって。あー前髪あで、下向く下向くとこ。そう、目線を合わさないやつだよね。そう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 。あるあるっすね。で、なんか化粧したらあかんとかあるやん、高校生。う、は、ん、いはい、ルールね。ね。でも若干やってくるやつおるやん。はいはいはい。若干。いますね。うん、若干やるやん。なんで若干やんの確かに、まあ、いろいろね、そう、そう、ナチュラルメイク、ナチュラルメイク。やっぱ意識してるんですかね、やっぱ好きな人いるから。いや、好きな人なんかだっていないでしょ、高校入りたてなんか。ね、だってまだ、みんな知らない人ばっかやもんね。うん、絶対みんな顔で選んでる。オッケーの範囲で探ってんだけど。確かに、わかるわかる、それはね、うん。化粧はがっつり派？あ、僕、けど、僕しないんですよね、一切。はいはいはい、カラコンもつけないんですよね。僕も眉ぐらいですかね。眉ぐらい。僕もカラコンと眉と、まああとファンデーションぐらい。してるやねん。ガッツリしてやってる。カラコンもそう。まあ、これガッツリじゃん。すっぴんとケバイのどっちが好き？うん、あーけどこれ分かれるな。難しいな。ケバすぎるのは俺あんま好きやないかな。いやてかよく雑誌、女の子の雑誌でこうビフォーアフターみたいな、はいはいはい、バッチバチみたいな子が実はビフォーはそうでしたってなったら。嘘って思うやん。それびっくりしますよね。びっくりします。だからびっくりするんで、まあ備え変わらんぐらいがいい。そうですね。そうやね。ちょうどいい。ケバケバまで行ったら、それ、まあ、それこそあれですよね。ナチュメ。ナチュメが大事。ナチュメ。ナチュメ。ナチュメね。もうそれ大事ですね。はいはい、いやでも俺本当にでも目小さいと嫌でしょ。でもそこ気にする？女の子って意外と、うん、なんか。周りからなんかこういう風に気にされるみたいな感じで思うパターン多いです。でもそこはカラコンでカバーよいしょ女の子はそれはね。あとまつげ、まつげですかね。つけまも変わりますもんね。つけま変わるね、うんうん、やっぱりね、まあ今書いてる通り中身ね、うん、ハート大事ですもんね。そうですね、大切な中身、まあね、うん、でもだってだけど最初やっぱみんな大体あれでしょ、第一印象は顔からいくっしょ。まあそうですね、人間やから、うんうん、ね、だからまあその最初の印象としてはね、まあ後々ホストもまあ中身でね、はいはいはい、なってくけど最初の印象はバシッとこうね、入り、第一印象って大事ですからね、かっこよく決めたいもんやね、はいはい、うん、まあでもビジュアルがめっちゃタイプでも、うんうん、まあフィーリングが合わないと本当意味ないですからね。まあね、まあホスト特に、うん、まあ、そうだと思うんですけど、ね、女の子からもよく言われるんですけどね、うん、それはもうねあるあるですね、うん、
そう、でも第一印象は外見ですね。そうやろ、そうやろ、まあね、第一印象はそこやもんな、ね、見た目。なんか思い出なかったんですか、なんか高校の時とか。あ、僕はですね、そうっすね、なんかまあこ可愛い子は、まあ、見っけるじゃないですか、大体クラスで。はいはいはい、はい、見っけて、まあ、みんながっつくんですよ。仲良くなったやつらも、いや、はいはい、あの子可愛いやんねみたいな聞いて、でも俺も可愛いって思ってんねんけど、いや別に俺は可愛いと思わへんけど全然別に可愛いと思わんけどなあ、強がって強がり、もう強がりめちゃめちゃ強がって、はい、そうで、まあ後々誰かと付き合いましたってなるやん、誰、うん、男と、はいはい、そしたら、いやマジかよみたいな、俺がそのタイミングを見計らってみたいな、狙っとったのか、狙っとったここで行くみたいなタイミングを狙ってたのに付き合、うん、あへえ、そうなんや。まあ別に俺からしたらまあどうでもええ話やけど。って言って家でこう、いや言っときゃよかった俺。スーパー強がり。あーっていうパターンやね。そう、いや結構ね、あの、なんか照れくさい時もあったから、はいはいはい、なんでやろ。かわいいな。いや、あるやろ、それだいぶ。かわいいかわいい。めっちゃ悔しがるやつ、うん。うん。女の子も妥協してそう。最初に来たやつに OK しようみたいな。そうそうそう。はいはい、だから、なんていうかな、こう。どう言ってるんやろね、こう高嶺の花みたいな子って、はい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 、俺実はこうみんなの輪に入って、いや俺もちょっと可愛いと思ってんのよなって言えんタイプなんですよ。でも実は付き合っとったんよ俺らみたいな、みたいな、ええあの子と、え付き合ってんのカズみたいな、いやまあごめん言ってへんかったな、えいやめっちゃええやん、あんなこと、あんな子のおっぱいよみたいなそこそう、ね、あのこっち大事ですかやっぱり、お前触れるのかみたいなね、わかる、はいはいはい、そうやって俺はこうちょっとどやるタイプやって、はい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 、みんながガッついてる時期にはいかへん、まあ、あくまで想像やからな、そういう風にしたかったっていうだけだな、そうそうそう、はいね、妄想お疲れ様です、そうそうそう、ありがとうございます。彼女なのに可愛くないっていうの、これどういうこと、か彼女なのに可愛くない、うん、まあ自分の彼女が可愛くないっていうこと、ああ強がりやからってことね、あ、まあ、ね、そうそう、今の年はまあ言えるけど、うん、え当時だって言えないでしょ、それを真に受けてしまうから、なんかこう強がるからさ、なんかごめんとかも言えんかって、いや俺は間違ってへんみたいな、あーそれありますね、そう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 、男は絶対通るやん、で男しか分かんないですね、それは分かんないね、だからこうほんま可愛いめっちゃ好きってなっとるけど、自分の彼女が褒められるやん、めっちゃ可愛いやん、はい、カズの彼女とか言っても、いや全然ブスブスって言いながらも心の中では言いながらどうやもう、ね、せやろ、そりゃそやみたいな、そういう風になる、あなる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 、めっちゃぐちゃ鼻が高くなるしね、そうそうそう、だって付き合った彼女がやっぱもう世界一可愛いじゃないですか、ね、まあまあ確かにね、まあ当たり前だけど、そりゃそう、もう好きなね人がやっぱ一番ですよ、可愛いっていう方がモテるのにね、うん、褒められるのいいじゃない、心では世界一みたいな、ああまあそうね、いやそう、それがねやっぱあの頃はっていうやつですね、そうね、はいはいはい、でこれパフパフしてたのとちょっと前にあるんやけど、はいはい、俺も見ながらいつどんどん行こう、いやこれ俺拾おうかなと思ってたけどさ、うんうん、パフパフしてたよそりゃ死ぬほどね当時は当時はもう猿みたいな感じだった、ああなるほどね、そう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 、でもそれがステータスみたいなのありましたもんね、やっぱね、そうそう、なんか「おやったやってやって」、あなんかありましたね、あったやん、うん、私もしてくれ、おかしい俺オッパーあるからしようか、あ違うか違うか違うか、うん、私がされんの俺に高台、うん、そういう経験は、そういう経験ね、俺でもね、うん、学生の時ね、もう部活ばっかりやったから、高校の中で、はいはい、俺一人しか付き合ったことないんですよ、でもその人と3年間もう高校時代ずっと付き合って、はいはい、長っ、めっちゃもうずっと付き合ってましたね、あそうなんだ、浮気は一切してないと、浮気はせずにもうやっぱスポーツしか感じでしたね、もうやっぱ恥ずかしいっすけどね、じゃあめっちゃ一途っすね、いやパフパフしてたってパフパフ し,、うん、してたそんな感じでね余計やらしいやんやばいね、どうやれよちょっとね、やっとったよやったよやったよ言いたいけどな、やっぱ高校はどんな部活やってた、どんなスポーツやってたのみたいな、競輪って言ったら分かるかな、自転車競技やってました、かっこいい、いやかっこいいね、多分知ってる人少ないと思うんですけど、はい、え、ゆうとくん何部やったっけ、僕は高校はやってなかったっす、ね、あ、やってへん、はい、あー、じゃあもうちゃんとグレてたやんちゃんと真面目にバイトしましたあー、お金欲しいなみたいな、はいはいはい、単純に、え、カズさんは、俺はあれやね、ね、お茶をこう作ってたよね、
茶道やかましい。茶道やかましい。一番似合わないですよ。やかましい。バリバリサッカーやってるじゃないですか。絶対ですよ。良きかな。はい、そう。そう、だからサッカーもやりつつね、あの子のハートにシュートや言うて、外しましたね。ね、まあでもまあその頃はあのサッカーがね恋人みたいな。そういやそうね。はい、いやでもねやっぱ部活に逃げれるじゃないですか恋愛っていうのは、ね。そうっすね。で逃げてもやっぱ心の穴埋まんないみたいな。埋まんない。いやでもこう見えてね僕まあまあモテてたんですよね。お自分で言うな。本当に本当に。はいはいはい。結構あのね横のあの女子校とかもう試合とか見に来て。あ噂になるぐらい。そう見てに来てくれたりとかね。それあのそれも妄想っすか。え妄想ちゃうわそれも妄想ちゃうわこうなったらいいなぁ多分あの現実と夢が分からなくなったほんまや今これで俺の同級生見てたらほんまやでって思って多分見てへんと思うけど寝てるやろ、ね、なかなかないやろな、ね、誰が言うとは悟る全てフィクションですあれが全てフィクション映画作ったのか俺のフィクション全てフィクションいやでもねそうででもなんかこううん今はまあちょっと違うけどその当時あれやねなんかこう来るより行く側でしたね俺、はいはいはい、来られてもこうああっすみたいなああやっぱあったんすか結構あったっすねいや羨ましいあったっすよそれ羨ましいっすわそれはいもうね爽やかボーイやったんでねはいはいはいそうもう俺が歩くとマイナスイオンが漂うぐらい爽やかボーイ、はい、だいぶ爽やかそうレモンかと思ったあのどんだけポジティブなのそれもそれあの香水レモン味風味なんかつけてただけでしょだからか、それに誘われてね、やってくる女の子をね、こう、はい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 、さばいてたんですよ。ごめん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 っつって。そう、何人落とした、うん、それはいいですよ。ノンフィクションなわけ。どういう百発百中、はい、意外やかましいな、はい。意外やかましいな。多分あれじゃないですか、女の子がカズさんにがっつくと見せかけて、うん、とりあえず友達から連絡先聞いて、はいはい、カズさんの友達紹介してみたいな。あー、うまく使われるパターン、ね、あーなるほどね。あー、まあそういうのもやったことあるけど。あるある、全部。ほぼほぼそれっすか。あー、もう全部それ。全部それ。だから辛いやつやね。え、想像できない。何人けどね、何人って言ってる。まあね、なんていうんですか、まあ、大体こう、試合になったら見に来てくれるじゃないですか。はいはい。で、こう、なんか終わってから、来てくれるじゃないですかの人数とかあんま覚えてないんですけどねいやでも覚えてないっすよね、うんうん、経験人数はねえ、うん、そうなんゼロに決まっとるやんあーピーやなかったハフバグで止まってるわ、はい、俺はそれあの明日来てから聞いてくださいよいしょまたねゼロやほんまに女の子の下がどうなったか知らへんからハフバグ下のにってそう下のに下のにねいやでね、はい、まあそうさっきも出たんですけどはいゆうとくんねバースデーおめでとうよいしょイエーイ昨日イベントだったよ、ね、来てくれた人ありがとう、よいしょでも結構混んでたやんいや忙しかったよ、うん、忙しかったよいや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 、うん、なんかやっぱ何なんですかねなんか自分の思い通りにいかなかったバースデーだったかなって、うんうん、まあ来年はね絶対成功させるんで来年も来てくださいよいしょそうねまあ次々段階踏んでね、うん、そしてね来月はなんとねおなんとはい僕がバースデー好きですよいしょ、はい、待ってるよなんで応援お願いしますとはい、はい、最後僕の番宣をバッシュ決めたところでおっそれでいつもので締めましょうか、はい、はい、それでは来週もネカさんナイトじゃあねまたねー物体の感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにすだろう何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なこの溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力でこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。